地域平社協会合同会議を始めさせていただきます。まずはじめに石破幹事長からご挨拶をいただきます。今お話がありましたようなことで先般行われましたシンガポール閣僚会議につきまして結果をいただきご利用いただきたいと思います。西村大臣というのを、会議でご利用いただきございました。また交渉官の皆様方にも多大なご努力をいただいております。西川先生も山先生宮本先生も関係の先生方にもお出かけをいただき交渉をご努力をしていただき支援を出していただきました。私どもとしていつも申し上げますが、選挙の時に有権者に対して行った公約、これは絶対に死守ということで断固たる姿勢で臨んでいただいております。それであればこそいろんなものを引き出していけるのでありまして、今日はぜひ報告を聞いていただき、いろんなお知を出していただきたいと思います。このことは最後まで我が党は公約を守り、国会の決議を守るということで参りますので、どうぞ先生方よろしくお願いいたします。以上です。それでは江藤誠志郎外交経済連携本部長の方からご挨拶いただきます。江藤さん、おはようございます。3月15日に総理が TPP 参加同盟をされまして、9ヶ月間、政治の場合ましても、また党にあっても、また関係各団体等となりましても一致結束をして TPP に当たったわけであります。とりわけ交渉官の皆さん、またご職員におかれましては、あまり大臣に代わりましての石破副大臣、本当にご苦労様でございました。また特にこの交渉を支援された党を代表しての西川議長、森山先生、宮本先生、ご苦労様でありました。心から敬意を表しお礼を申し上げます。西村副大臣の言葉にありましたように、国会の決議やあるいは党のこの申し出決議をしっかり踏まえて遵守するという基本的な立場で折衝に当たっていただきました。1センチたりとも譲れない、1ミリたりとも譲れない、このことが象徴されるようなこの9ヶ月間であったと思います。これからがまた新しい始まりであります。どうか皆様方の一致した協力を心からお願いを申し上げまして、ご挨拶いたします。ありがとうございます。次に今ほどもお話がありましたけれども、交渉に直接この当たられた西村内閣府副大臣からご挨拶をいただきます。おはようございます。西村でございます。甘利大臣、皆さんご案内の通り、手術をされ入院中ということで、急遽秘書代理で、シンガポールの方を行ってまいりました。今お話ありました通り、4日間、会合が開かれまして、基本的には朝から晩まで集中的に、時には少人数に分かれ、時にはちょっと後半は特に2日間はもう全体会合全員が揃って朝から晩までテキストを見て議論するという状況でありました。現場では西川委員長、下山先生、宮本先生、力強いご支援もサポートもいただき、またご相談を申し上げながら現場で交渉に当たったわけでございます。そこに詳しいことは後ほど事務方からもありますけれども、結果報告がございます。ご案内の通り、もう本当に多岐な分野、21世紀型の新しい通商の協定を作ろうということでありますので、これまでの物品アクセス、投資、知的財産、国有企業、こうしたものに加えて、新たに環境とかですね、電子商取引とか、新しい分野の事柄もこれの中に盛り込んで議論をしておりますので、なかなか正直申し上げて、そう簡単に溝が埋まると、各国の主張が埋まるというものではありませんけれども、これまで、ずっと交渉を重ねてくる中で、だんだんといわゆるランディングゾーンという言い方を前面の中でしておりますが、着地点というちょっと訳してしまうとなんか一点にも、見えているような感じですけど、ゾーンでありますので、ある幅を持った中で、着地のそのあたりのところが見えてきたと、着地ゾーンが見えてきたというところで、
まあ、実質的な進展があったという評価を今回しているわけでございます。特に物品アクセスに関してはですね、基本的に2国間で交渉を積み重ねていって、それを、全体の成果としていこうと、まあ、最終的にどういう形でまとめるかはまだはっきりしていないところがありますけれども、基本的には2国間で積み上げていくという交渉のやり方をやっておりまして、日米をはじめ、いくつかの私どもも日本もいくつかの国と今回の交渉を行ったわけでありますが、日米については今幹事長、先生からお話ありました通り、今の公約国会決議がありますので、我々としては譲れないところはもうはっきりしておりますので、これについては譲れないと。でこの点はもうすでに、フローマン代表が日本に来たときに甘利大臣がお会いになって、その時に、しっかり伝えておりますし、バイデン副大統領が来た時にも来られた時にも安倍総理からしっかりお伝えいただいておりますので、それはもう我々としては譲れない一線であるということでありますので、その点は、しっかりと私も今回再三再四にわたり、フローマン代表には伝えたところですし、各国にも、我々には先進なものがあるということを、お伝えをしているところでございます。まあ、そうした中で、まあ、何度もこう言ってきていますので、まあ、一定の理解、ほんの少しの理解というか一定の理解というか、これはアメリカ側も日本のセンシティビティ、この、重大性については理解をして、くれたんじゃないかなと思います。ただ、理解だけでありまして、それで主張が向こうの、主張が変わっているわけではありませんので、まあ、一定の理解、そして共同記者会見の時にもローマン代表が各国そういう重要な、大事な事柄があるんだということは、その時にも言われましたので、これは物品アクセスに限らず、このさまざまなルールを作るところで、政府調達であったり、知的財産であったり、国有企業であったりですね、こうしたところで、各国ともに、センシティビティを抱えるということが、お互いに共通の 理解として、もともと分かっていることでもありますけれども、改めて、そこに一定の理解がされたのではないかと思います。まあ、そのことがですね、今回の声明文のところの中でもですね、声明文を配りをしておりますが、2段目の最後のところに真ん中から声明文仮訳を紐をつけておりますが、お聞きをしておりますけれども、今申し上げた点、2段目のところ、この会合の間に主要な残された大部分で潜在的な着地点、まあ、ちょっと着地点と仮訳しておりますが、まあ、着地ゾーンですね、を特定したと。我々はこのテキストの課題と市場アクセスを仕上げるために柔軟性を持って作業を続けるということでありますので、もうこの柔軟性を持ってというところが最後この閣僚間の話で入ったわけでありまして、まあ、この点をですね、私としてはアメリカにも強く、柔軟性を持って対応してほしいということは再三これも申し上げてきましたけれども、まあ、全体として柔軟性を持って、いかないとですね、各国が突っ走ってるとこれまとまりませんので、そういう文言が入ったということを、ご紹介をいたしたいと思います。で、ルールの方はですね、これは日本にとっては非常にプラスになる知的財産の保護がこの、まだ十分でない国についても保護のレベルが上がっていく、あるいは投資をしたときに投資の保護のレベルが上がっていく、あるいは政府調達、日本は基本的に最もオープンにしている国でありますけれども、そうでない国々が少なくとも WTO のレベルに、あるいは WTO を超えて、開かれていくということは日本の企業にとっては大いにプラスでありまして、このルールという経済のルールを決めていくということについてはですね、これは日本にとってはもう大事な、話でありますので、まあ、この、ことを早くまとめることも大事なわけでありまして、全体としては、このルールのところでは日本は、まあ、求めていく攻める分野が多いわけでありますが、このルールの分野と物品アクセスと全体としてですね、パッケージで、セットしていると合意に、結びつけていくという方針で臨んでいるわけでございます。声明文の最後のところにありますけれども、来年の1月ですねに再度会合を開催する予定であると、まあ、これも役は予定であるとなっていますが、インテンド2ですので、英語の方を見ていただくとですね、まあ、そういう意図を持っているということでありますから、まだどの場所でいつやるかということは決まったわけではありませんけれども、まあ、各国こう寄ってきておりますので、そして、
12カ国の間でこういう新しい経済圏を作っていこうと、21世紀にふさわしい経済圏を作っていこうというその意欲は各国とも持っておりますから、まあ、そういう意味ではこの気持ちのあるうちにやるべきだということで、私も1月にやるべきだということを強く主張しました。こういう文言で最後まとまりましたですけれども、まだいつやるかどこでやるかは決まっておりませんが、まあ、気持ちのあるうちにですね、早くもう一度作業を続けて顔を合わせて大きな方向性を出していこうということで、最後この声明文となったわけでございます。引き続き党の先生方におかれましては、さまざまなご指導ご意見いただきながらですね、ぜひ日本にとって、いい形になるように、日本の国益が最大化なるようにですね、その各地点を目指してぜひ頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きご指導のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは、自民党 TPP 交渉派遣議員団を代表して団長であり TPP 対策委員長の西川先生から報告を兼ねてご挨拶をいただきます。おはようございます。先生方大変お忙しいのに、このようにたくさんの方に、出席をいただいて、この度のシンガポール会合の報告をさせていただきますことについて心から御礼を申し上げます。今回の派遣は石破幹事長からの命を受けまして、私と副委員長の森山先生、事務局長総括主幹の、宮越先生と3名で、この交渉に行ってまいりました。交渉の結果は大筋合意に至らなかったとこういうことで、ございまして報告を申し上げます。この交渉を振り返ってみますと、2月の20日にオバマ大統領と安倍総理の共同の声明がありました。この時は、お互いに、慎重に扱うべき分野がそれぞれの国にありますね。でこれを配慮しながら自由貿易の拡大に努めていきましょう。これが私どものこの交渉にあたる原点であったと思います。そして党が3月13日に決議をし、3月15日に安倍総理がこの交渉に参加することを表明をいたしました。そして7月23日の第18回コタキナバルの会合で日本は正式に参加することになりました。そしてアメリカが言う12月年度内大筋合意、これを目指して日本は交渉に遅れることのないように、そして国益を損ねることがないように最大限の交渉をやってもらったと私は受け止めております。しかしながら、これは合意に至らなかったと、これも事実であります。そういう中でルールに関しては相当の交渉が進んだと思いまして、これから報告があります。しかしルールの中で難しい点もまだ残っております。例えば薬の特許権や、あるいは著作権等の問題、それから政府調達の問題、国有企業の問題、こういうものを含めてですね、まだまだ合意点に至るのには時間がかかると、こういうものもあります。特に物品の市場アクセスについては、ニュージーランドやシンガポールのように 100% 自由化と、こういうことを主張している国もありますが、私ども日本は先ほど幹事長が申されましたように、党としましては、選挙の時にも公約をいたしましたし、党の決議もあります。そして衆参両院の農林水産委員会の決議もありまして、これは、いくつか守るべき点がありますが、特に農産品の重要5品目を守り抜く、これが
国民との約束であったと思います。そしてこれを守り抜くべきということで大変なる交渉を続けてきましたが、大変なゼロに、関税ゼロに向かっての主張というものは他国にはたくさんある、こういうことでございます。でまとまらなかったけれども、相当に交渉点の着地のゾーンは見えてきたなと、こういう声明であります。そしてこの声明の特徴としましては、これから次回の会合に向けて各国とも柔軟性を持ってほしいと、そして、国々のステークホルダーの皆さんと十分な意見調整をお願いしたいと、こういう締めくくりでありますが、この柔軟性もですね、日本から言えばアメリカが柔軟性を持ってくれればいいわけです。アメリカにしてみればですね、11カ国がアメリカに従えと、それが柔軟性だと、どうもこういう主張のようでありまして、この柔軟性というのは非常に難しい、取り方になっています。そこでこの交渉を成功させるかどうか、こういうことを 7億9000万人の経済圏を作っていくわけでありまして、この時ですね、一番主導権を持っているアメリカに対して日本の取るべき戦略というのはいくつもあると思います。アメリカを直接説得できれば一番早いんですが、そうもいかない面もあると思います。それぞれの国がですね、この着地点でどの国も自国が有利になるように動いているわけでありますから、それらと連携することもあると思います。アメリカとの時間を稼ぎながら、日本の交渉の要求が通るようにするのも一つの手段かもしれませんが、日本は決して揺るがないと、こういうことを確認をしております。安倍総理も強い態度で、国益を守れと言っておりますし、この交渉の7、8、9、10とやりましたけれども、最後の交渉の9日でありますが、私は、この日本国の判断として、石破幹事長に電話を差し上げまして、この日本は公約を守ると、これで、強い交渉で最後締めくくってですね、交渉が大筋合意に至りませんがよろしいでしょうかということでご判断をいただきました。しっかり公約を守れるようにやれと、こういうことで、交渉団にも伝えて、そういう結果になりました。これから、1月の開催だとこう言われておりますが、この時に、本当に妥結合意できるかということはこれからの交渉次第であります。これからクリスマス休暇もあるし、年頭の休暇もありますから、この時間の中でですね、残された日にち、おそらく1ヶ月ぐらいになると思いますけれども、相当詰めていただいて、日本の国益が最大化していくように、私ども一緒になって政府与党一体となって努力をさせていただければと思います。今回の交渉にはあまり、大臣が非常に、この病気にかかって出席できないという残念なことになりましたが、西村副大臣は、まあ、あまり大臣、私から見たら西村大臣はもっと激しい交渉をしてくれたと受け止めて、おります。そういうことで、大変ご苦労をかけましたことを、この席を借りて、御礼を申し上げておきます。難しい交渉が続きます。ぜひ先生方のご理解あるご協力を心からお願いを申し上げて、ご挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。
それではですね、交渉派遣議員団として、シンガポール会合の終了にあたっての声明を現地で発出いたしましたので、これについて森山委員長からご報告をお願いいたします。それでは声明を朗読させていただいてお説明会ます。 TPP シンガポール会合の終了にあたっての声明、12月7日からシンガポールにおいて開催された TPP 閣僚会合が本日終了した。我々は会合中、政府と密接に連絡を取り合い、国益にかなった交渉となるよう後押しした。今回の会合においていくつかの困難な課題について最後の詰めが残ったが、日本の経済成長だけでなく、アジア太平洋地域の安定にも寄与する21世紀型の新しい経済統合に向けて大きく前進をした。物品関税交渉については西村副大臣以下政府交渉団が国益を守るために決議を最優先し、交渉では一歩も譲らず決着は持ち越され、引き続き協議することとなった。我が党はこれまでと同様、 TPP 対策委員会を中心に全党を挙げて国益の確保に全力を尽くす決意である。なおこの際、国益を最大限に実現をすべく交渉を行った西村副大臣、政府関係者の努力に対して深甚なる敬意を表する。また交渉参加以来、本会合の直前まで強力なリーダーシップで政府交渉団を指揮し、先頭に立って交渉に当たった甘利大臣に改めて敬意を表するとともに、一日も早い健康回復を祈念をする。平成25年12月10日、自由民主党 TPP 交渉派遣議員団、以上であります。それでは、議事に入りたいと思います。